田崎線は、熊本県熊本市西区春日がの熊本駅前電停から道庁内の田崎橋電停を結ぶ熊本市交通局が運営する路面電車の路線。一部が単線である。熊本市は2006年、鹿児島本線、法庇本線連続立体交差化事業及び JR、熊本駅、東口駅前広場整備に合わせ、 JR との乗り換えの利便性を向上させる目的から JR 熊本駅市に駅舎に支電を引き込む計画を提起し、同年、熊本県など関係機関と合意、2013年9月に東口駅前広場機能配置案を公表した。同案によると、熊本駅前電停から直接、日本木口電停方面に向かっている現在のルートから、 双方に分岐点を設けて市電が東口駅前広場内を横切り JR 熊本駅新駅舎1階部分に進入スイッチバック方式で再び東口駅前広場内を横切り本線上に戻るという計画であった市電の起動時期は歩行者が自由に往来できるトランジットゴール形式を想定していたただ歩行者や自転車の往来について安全面の課題があるため その過否に向けて検討を行い、2014年度中に結論を出すことになった。2015年2月、大西和文熊本市長は、熊本市議会本会議において、歩行者、自転車の安全確保や、駅前広場の自由な往来が制限されるという、課題に解決策が見出せていない、駅舎のリーレを諦め、駅前広場計画を見直すと述べ、計画断念を表明した。 今後は、市電とバスタクシーとの乗り換え利便性の向上について、検討するという、熊本市電の熊本駅舎乗り入れ断念市長、表明2015年2月18日、熊本日日新聞、ありがとうございます。